やっほー。今下地と眉毛とノーズシャドウやった状態でスタートなんだけど、今日はミキシだからみんな楽そうかなって思って、なんかすごい鼻がすごい今日詰まってる思ってます。なんかニキビも一緒にできてる。なんかね、シズの DM に結構恋愛相談めちゃくちゃ来るので、なんか失恋忘れられませんとか、好きな人忘れられません、別れちゃいましたとか、そういう恋の方のうまくいかない方のあの恋愛相談がよく来るから、で私もめちゃくちゃ恋に悩んでた女の子だったから、みんなと話してシズの話を聞いてほしいなって思ってカメラ回しましたとさ。ちょっとメイクしながらなんかちょっと適当ゆるゆる動画になっちゃうんだけど、いいかな。私は前の彼氏に振られて、そっから約9ヶ月間ぐらい経つんだけど、やっと忘れられました。あのだんだん忘れられてたんだけど、あのやっぱたまに思い出したりするんだけど、結構振られた理由とか振られた環境、振られた環境とかが悪すぎて、なんかその相手のことを悪く思ってて、正直ずっとなんてずっとみたいな思ってて、もう好きな時って思ってるから好きって思ってるから悪口が出てきちゃうんだけど、なんか今は別になんか何も思わなくなったのね、正直。うざいとかも思わない。なんか正直、なんかもう、やだみたいな。もうやだみたいな感情に、なんか正直あんまり考えなくなった。なんか確かに別れる理由とかにもよるけど、シズの場合は時間と友達と新しい出会いとかで忘れられた。なんかよく言うんだよ。男は男でしか忘れられないよ。女は女でしか忘れられないよっていうか、メイクしろって話なんだけど、それはそうだ。もうそれはそうだよ。女の子も女の子で忘れるべきなんだけど、でも私の場合は本当に友達がめちゃくちゃ、友達にめちゃくちゃ恵まれててさ、友達が毎日一緒にいてくれて、正直振られた直後はご飯も食べれなかったし、眠れもしなかったし、もう毎日泣いてたもん。でも友達が本当にずっと一緒にいてくれて、もう親にバレるぐらい飲み歩いてた、正直朝まで。それはもう全部友達のおかげだし、なんかその失恋した時に、なんか新しい人と出会って自分の心が切り替えようって思った、すごいニキビが、次に行こうって思ってない時に他の人、男の子とかと遊んだところで何も学べなかったっていうか、何も、ただ寂しさを紛らわせるために一緒にご飯に行くとか、そういう感じだったんだろうなって思う。遊びに行ったとしても、正直さ、前の人が良かった、前の人を超えないっていう感じになっちゃうから、無理して忘れようとしなくていいのかなと思ったのね。なんかいろんな人に出会っていくと、そのやっぱさ、彼氏がいる状態ではさ、出会いとかを別に求めてないわけじゃん。だから何も視野とかも広げてないわけじゃん。だからさ、あの別れた状態だとさ、あ、もう別れてるからさ、正直視野がポン広がるわけじゃん。でさ、やっぱ出会いとかもあるわけじゃん。でやっぱいろんな人に出会っていって、あ、この人はこういう考えなんだとか、あ、この人すごい波長が合うなとか、そういう人は出てくる、絶対に出てくるから、あの比べちゃダメだなと思った。比べたらもうダメだし、それで出会ってって、ある日、あれ、この人全然めっちゃ楽しいじゃんみたいな、前の人を超えるような出会いが絶対にあるの。もうそれが1ヶ月でも2ヶ月後でも、私とかみたいに半年後9ヶ月後とかに来る可能性だってあるの。ずっと引きずって1年とか2年とか引きずって出会う人もいるの。だから人それぞれだと思うけど、今例えばご飯食べれない、失恋してご飯食べれないとかいう子でも絶対に幸せになれるからね、大丈夫。やっぱ友達大事だし、私の場合さ、やっぱ裏切られたとかさ、そういうことでさ、やっぱ他に、ま、もう次恋愛するのが怖いみたいな感情になってしまってたから、誰の言葉も信じられないみたいな感じだったの。だから例えばいいなって思ってくれてる人がいたとするじゃん、シズのこと。それに対しても全部嘘でしょ、全部嘘でしょ、あなたは嘘ついてるでしょ、全部信じられません、すいませんっていう感じで言っちゃってたから、相手にも失礼だよね。
もしその人がさ、そんなつもり本当になかったとしてもさ、私はさ本当に信じられません、ごめんなさいみたいな感じだったから、本当に自分の中でその同じって思っちゃいけないんだなって思った。そこは学びだなっていうか、確かに警戒心持つのは大事なんだけど、全部が全部それで持ってしまうと相手をすごい傷つけてしまうから、そこは結構大事だなと思った。あと新しい出会いは本当に大事だね。新しい出会いがあるから忘れられるし、無理して忘れなくてもいいし、頭の片隅にいて全然いいと思う。だからご飯だけは食べてね、ちゃんとって思う。みんなとね、やっぱお話する機会ってあんまりないんだけどさ、ないからこそこういうとこで話したいよね。私はさ結構オープンで行きたいのね。こういうインフルエンス活動をしてる人って彼氏ができたとかそういうのをあんまり言わない方がいいらしいんだけど、でも私さその彼氏とかのことを考えて言いたくなっちゃうの。もしさ自分がさこうインフルエンサーとかやってる人と付き合った時に不安でしょうがないじゃん。自分の存在言ってほしいなって思っちゃうから、これに関しては本当に私言いたいって思っちゃう。みんな聞きたくないなら言わないんだけど、もし彼氏ができたとかだったら言った方がいいのかな。それはちょっとコメント欄で教えてほしいな。なんかガチ恋みたいな感じでしてくれてる方はさ本当に申し訳ないよね。でもさらけ出していきたいタイプなの。だからあ彼氏いるんですか、無理ですってなるんだったら、でもなるかみんなね。でもなんかどうしようもなくもう無理とかもう辛い、もうこの人のこと考えてるだけで辛いっていう失恋の状態で新しい出会いを求めても無駄だし、この人じゃなきゃダメ、この人を超える人はいないみたいな感情で新しい出会いを探してもマジで意味がないから、この人も良かったけどなんか次に行こうみたいなメンタルの時にちゃんと新しい出会いをした方が自分が傷つかないし、遊ぼうとか思ってるんだったら遊んでもいい気がする。本気で恋してるんだったらそう考えた方がいいなとは思うけどね。難しいよね、難しいよね、わかるよ、わかるわかる。寒くね、なんか最近寒いんだよね、結構上開いてんだよ、寒いんだよめっちゃ。なんか楽しいし毎日が楽しいよ、みんなのおかげで。出会ってなかった、別れてなかったらねって思ったらなるようになるんだなって人生ってって思うの。だからみんなも今さ辛くても大丈夫だよ、うん、っていうことでちょっと私の失恋から立ち直った話とか最近の恋愛の話とかしてみました。ゆるい動画で申し訳ないです。こういう動画がいいなと思ったらまたどんどんコメントに書いてください。